どうも坂本です。はい、本日は5月の15日日曜日、最強決定戦の7日目最終日の第3節終わりました。で、最終節直前のこの時点でのランキング200位までを全リーグ共有させていただくんですが、残すところね、あと1節5試合、皆さん最後の大詰めで先発決めてると思います。最上位層もね、熾烈な争いで MVP やベストナインのラインも見えてきました。で、その辺もどうなっているのかしっかり見ていきたいと思います。では行ってみましょう。はい、まずはセリーグですね。高弘さんが100勝で1位、ジャンボニオ鶴木さんが2位、98勝で97勝がお三方、ダルビッシュさんもここに、97勝にいますね。97勝の方が1分けしてるんで、高弘さんが引き分けないことを考えると、まあここまでぐらいですかね、 MVP ラインは。狙えるラインはね、でちょっと96勝以下、お、TR はホワイトギオさん、ありがとうございます。17位ですね、頑張ってください。ベストライン狙いましょう。ルリタンカイジュさん、親のチンさん、リーダーカリさん、オーディンさん、あ、萩原さん30位、頑張ってくださいね。綱島さん、あ、網島さんか、天野円盤長さん、あ、ジョニーさん40位、ABC さん、KZM さん、水戸天狗党さん、ダイナマイツさん、坂木さんを、上位目指すさん、ロコハマさん、タカケンさん、タイヒマさん、マムシーズさん、赤目さん、ガンバさん、ヒロさん、福在氏さん、アニオメさん、84人、ラルくんさん、宮崎牛さん、ユウコウさん、カズさんさん、東映フライヤーズさん、トランキーロさん、アイビーさん、パパさん、ドクター K さん、ドラゴンズさん、ミヤさん、FBJTV さん、HOZ さん、ハンチンさん、ユウスケさん、タズーさん、サゴマン大好き二平さん、ありがとうございます。ギリアンさん、採用が馬さん、マリフォーサさん、ヒカル流星さん、ウニグリさん、チューヒさん、イゴさん、イロちゃんさん、うん、それは無理さん、泉のジャパンさん、シューゴマキマキさん、セリーゴをなめるなよさん、ゲイリーさん、牛乳パンさん、エコ5号さん、唐揚げさん、マットマートンさん、お雑煮くん、キングボンビーさん、マッチさん、俺の名はさん、タイノシンさん、モリバイさん、鉄シューナさん、つわもの一族さん、ファンファーレさん。お次パリーグですね。はい、品川にちょっとあの引き分け差で、はい、置いてかれてます。私が2位、はい、秋雪さんが3位で、ゴリマツさん4位、まあ、船越さんが、5位 で、MVP はここまでですかね。ほぼほぼ、まあ、ちょっと引き分け3分けの方がですね、お二人いらっしゃるので、私結構窮地です。まあ、5立てできればみたいな感じですかね。1位から5位までは上位マッチングになってます。で、上昇軍団さん、エイトさん、六本木東京さん、総計さん、沖ジャパンさん、制限さん、庶民図さん、リソさん、ロックさん、大阪ブストさん、ルピンさん、レイヤさん、ムーさん、小町さん、外小場外役さん、なんちゅう名前で、楽して登録さん、得するさん、チャチャマールさん、徳23、DJ 翼さん、福コーネさん、サーボーさん、ホワイトさん、ウサマンさん、ピコさん、ラオウさん、クライフトンさん、柴田ユナーさん、ガンジス川で混浴さん、ガンジス川全部混浴だろ、マサノリさん、カズロスさん、サムライ JP さん、お松藤さん、サボさん、カミヤンさん、ナップンキジベさん、まあ100位はどうしようね、93勝ぐらいですかね。お前がのさん、コヒーさん、ガツガツガッツさん、
ワンオケさん、YM24 さん、北海ハムハムさん、吉高さん、なりさん、第三野球部さん、ネズミ男さん、光る神吉さん、ダニーさん、UGB さん、リライアブルエースさん、ヒゴウェイさん、エルブランコさん、ナオさん、スクールボーイ沢村さん、三角さん、夏森さん、ブンブンさん、K2 さん、テルガッキーさん、青色さん、武装戦線さん、ヒグピンさん、バラさん、ここぞの小園さん、ホークスさん、元気さん、森岡ビートさん。はい、コストですね。コストはですね、もう MVP がお二人に絞られました。旗本さんと虎尾さん。はい、ここは、3ゲーム差なんでね、ただ2分けしてるんで、結構虎尾さんきついかなって感じですけど。はい、で、残りはベスト9の可能性が結構ね、熾烈なんですけど。90、どこまでしょうね。まあでも98勝の方、9位、バイレイさんの、98勝までが、かなり有利ではありますけど、滑り込みができるかどうかというところだと思うんですが、頑張ってください。まあでも101勝ぐらいはしないと多分、9位にならないでしょうね。で、アウトパンクさん、1番、超徳原正幸さん、ショコミントさん、高砂万次郎さん、34位、頑張れ。健太さん、山ちゃんさん、ウィーバーさん、タカちゃんさん、ポンコツさん、トモキさん、サトタツさん、お調子くん、バルセロナさん、石川さん67位、頑張って、サゴチルのもやさん70位、100位はシュシオ、とある純正さん、リュウさん、広島土曜カープさん、キテレツさん、ペペさん、ライミーさん、プロスピーエースさん、藤岡さん、暗黒時代タイガースさん、銀の大眼さん、KY 鈴木さん。100位ラインは、もうここも93勝ぐらいですかね。94勝かな。アイセイさん、ナギパーパジュニアさん、ルイさん、ベルさん、タカシ君さん、ハープおじさんさん、ゴルフ13歳さん、銀玉さん、ソフトバンクさん、ジャイアンツさん、トシヒロさん、鬼畜ドライバーさん、ツボツボさん、ひないつさん、トラキチさん、アーネストさん、にぎりめしさん、ピータローさん、和田龍さん、シーマさん、ルカニーさん、加藤牧場さん、ナスカさん、ヒュースさん、ちくわさん、大西ライオンズさん、サネマツさん、ボンポコさん、ボンボコさんか。いかがだったでしょうか。泣いても笑っても残り1節5試合のみ、5立て狙うか勝ち越し狙うか、皆さんの戦略が絡み合って最終結果がどうなるのか、皆さんの目指す順位に少しでも近づくいい結果が出るよう願ってます。でこの後ね、最終結果待機生放送も行いますんで、よろしければいらしてください。ではさようなら。